エデリングスハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン衆議院占領制管区の、ラーンディル軍に属す、町村である。エデリングスハウゼンの地区図エーリングスハウゼンは、ディル川下流の谷、ベッツラーとヘルボルンとの間、レムプ川が、ディル川に注ぐ地点に位置している。軍境の経度、井戸の中間点を取る方法による、ラーンディル軍の地理上の中心地点は、この町のケルシュハウゼン地区の西にあたる。 この町は、ラーンディル・ベルクラント自然公園内に位置している。エーリングスハウゼンは、北は、ミッテガール、東はアスラー、南はゾルムス及び、ロイン、南西は、グライフェンシュタイン、北西はサとイを接している。この町には、以下の9つの地区が含まれる、ブライテンバッハ、ダウプハウゼン、ディルハイム、ドライバッハ、エーリングスハウゼン、グライフェンタール、カッツェンフルト、 ケルシュハウゼン、ニーダーレムプ。エーリングスハウゼンは802年に初めてロルシュ文書に記録されている。この文書によれば、イリンクという人物がロルシュ修道院にラーンガウのバルクトルファーマルクの防御設備を持つ農場を寄贈した。バルドルフは現在のエーリングスハウゼンのディルガーウガン地域を指すが、これがエーリングスハウゼンの直接の前身であるかどうかは定かではない。 最も古い集落はブライテンバッハで、778年に初めて文献に記録されている。エーリングスハウゼンが属した両方及び行政機構を以下に列記する。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に、ティルハイムがエーリングスハウゼンに合併した。1971年12月31日に、ドライスバッハと、 グライフェンタールがこれに加わった。1977年1月1日、エーリングスハウゼン、グライテンバッハ、ダウプハウゼン、カッツェンフルト、ケルシュハウゼン、ニーダーレムプーが州法に従って、エーリングスハウゼンとして合併した。エーリングスハウゼンの町議会は、31議席からなる。2015年11月1日に、町長選挙が行われた。唯一の候補者。 ユルゲンモックは81.8%の支持票を獲得して再選された。ユルゲンモックは2009年11月1日から町長職についている。合併以後の歴代町長,長1977年の合併以後の歴代町長,長を歴史する。エイリングスハウゼンでは過去に一度住民投票が行われた。これは以下のテーマについての住民投票であった。 2007年ディルハイム地区の均衡型保養地、ディルパルクの存続について2007年10月28日の住民投票主題、ディルパルクをエーリングスハウゼン住民のための均衡系、保養地として存続させること、したがってエーリングスハウゼンのアウフムシュリュッセラッカー地域を一般的住宅建設地域とした土地利用指定に反することの是非について、結果、 多数であった賛成票も有権者数の25%以上という成立要件に302票足らず、この住民投票は不成立となり、町議会で改めて決定することとなった。2007年11月22日に町議会は多数決により建設地域の移動を決定した。エーリングスハウゼンは以下の自治体と姉妹関係を結んでいる。 1977年2月9日に、エーリングスハウゼンは、以下の紋章の使用を承認された。この紋章は、1977年1月1日に、ブライテンバッハ、ダウプハウゼン、エーリングスハウゼン、カッツェンフルト、ケルシュハウゼン、ニーダーレムプが合併するまで、エーリングスハウゼンが使用していた紋章である。図柄、金字に赤い歯車が青く直立した三角図形と、 共に描かれている。解説、銀字に赤い歯車は、この町の鉄工業、木工業、合成樹脂化工業を表している。この町は何、世紀も前から1956年まで存続していた鉄鉱石採掘で知られており、昔から純粋な農村ではなかった。青い三角図形は様式化された教会の塔を意味しており、エイリングスハウゼンの 後期ゴシック様式の礼拝堂にちなんだものであるが、実際の建築の姿はこの紋章に描かれた姿と異なっている。グライフェンタールの木組建築エイリングスハウゼンのシナゴーグ記念碑エイリングスハウゼンのユダヤ人コミュニティは18世紀に形成され、1933年まで存続した。礼拝室の広さ4.00メートル5.35メートルのシナゴーグが、 バーンホーフ通りの建物内にあった。1938年の11月排斥運動の際に礼拝室の長度は破壊され、荒廃した。1945年以後も旧品豪雨は存在していたが、1975年に老朽化のために取り壊された。旧品豪雨の跡地には国家社会主義の犠牲となった1942人の ユダヤ住民を追悼する記念碑が1988年11月に建立された。ディルパルク・ディルパルクは、ディルハイム地区の南端に位置しており、ディル川沿いの草原の一部として、アウフム・シュルッセラッカー、インデン・ナッセン・ザーデルン、ホア・デム・バイン・ガルテン、アン・デム・ウファ、イン、デア・シュミット地域に広がっている。この公園は、特に老人、用語ホーム、アム・ディルパルク、 高齢者住宅施設の住人、学校や幼稚園の子どもたちの近郊経営保養地となっている。ディルパルクは天然の貯水地であり、ディル地方の洪水予防に利用されている。ヨカセンター総合学校の体育館の隣に25メートルプールを有する室内プール、ハーフェルヒルバートがある。ロックマウレシュタリオンや調律体育館とともにヨカセンターを形成している。 ディルアウェイ2012年、ディルアウェイのダートバイクとフィットネスプロジェクトの一環でダートバイクコースが作られ、完成した。この他に、ディル川沿いの遊歩道が整備され、全世代向けにアウトドアイコールフィットネス施設が設けられた。エーリングスハウゼンを、連邦アウトバーン A45 号線が通っており、エーリングスハウゼンインターチェンジがある。これとほぼ平行に、連邦道、 B277 号線がカッツェンフルト、ディルハイム、エーリングハウゼンの各地区を通っている。さらに鉄道 GND 戦線,線のカッツェンフルト駅、およびエーリングスハウゼン駅がある。エーリングスハウゼン駅エーリングスハウゼン駅は、ベッツラーとヘルボルンとの間の最も重要な途中、駅である。この駅には、単式ホームと島式ホームの2つのプラットホームがある。 簡素な漆喰塗りで平たい切り妻屋根をいただいた駅舎はヘッセン文化財保護法に基づく文化財に指定されている。平日には1時間ごと、日曜祝日は2時間ごとに、ミッテルイコールエクスプレスが運行している。月曜日から金曜日の繁忙時間には DB レギオ a G のディレンブルクギーセンに接続するレギオナルバーンが運行している。平日の朝夕にはさらに、 マインジークイコールエクスプレスの RE スプリンターが運行しており、ラインマイン地方との間の迅速な接続を通勤客に提供している。2012年に駅の点滴機が拡充され、さらに、ギーセン方面向けに新たなプラットフォームが設けられた。これにより乗客は線路上を歩く必要がなくなった。エイディングハウゼンの大口雇用紙としては、自動車下請けのファミリー企業。 キスターとカッツンフルト地区の電子工業分野の機械製造業者、ヘドリックグループ及びアルファ間オムニプラストがある。カイゼリン・アウグステ・ビクトリア病院、町内を管轄する救急監視所、ヘルボルン警察署の文書がある。カイゼリン・アウグステ・ビクトリア病院この病院は1911年に設立され、皇后アウグステ・ビクトリアにちなんで命名された。 2007年4月までは、ラインラント福音主義婦人援助会 EV の施設であった。2001年に経営形態を GGMBH に変更し、ラインラント福音主義婦人援助会 EV が単独の経営者となった。この病院は2007年5月から他の経営者を入れた民間の有限会社となっている。エイリングスハウゼント・カッツェンフルトの基礎家庭学校の他に、 ラーンディル軍の総合学校がある、ゲサフェリシトスクラウス、ありがとうございます。